太陽チャンネル。はい、皆さんこんにちは。太陽チャンネルです。はい、太陽チャンネルです。ということで、大変遅くなりましたけども、質問にお答えしていきたいなと思います。じゃあ早速いきまーす。太陽くんいつも何時に寝てますか？太陽くん、つばさくん、ダンちゃん何歳ですか？8時。8時。太陽5歳に、翼は1歳、翼1歳、ランちゃん0歳。翼くん、太陽くん何時に起きるんですか？合わせて1時。え？お父さんはママのどこが好きですか？またママはお父さんのどこが好きですか？全部。パパとママの出会いを知りたいです。また出会いの場所は？友達の紹介、温泉街。温泉街。翼くん何歳？1歳だよ。1歳。さっきも答えたね。太陽くんと翼くんの好きな食べ物と嫌いな食べ物。ぶどう。ぶどう。太陽くん、お父さん、翼くん、変顔が見たいです。太陽くんの趣味は何ですか？あと太陽くんの好きなタイプは？ジェン。太陽くんの好きな女の子はいますか？お母さん。え？テンションマックスで商品紹介してください。びっくりしたの子だよ。太陽くん、つばさくん、ランちゃん、お父さん、お母さん、なんでみんなイケメンで可愛くて美人なんですか？知らん。太陽くんが今一番好きなアニメは何ですか？妖怪ウォッチが好きです。はい。太陽くん、つばさくんにドッキリしてください。お父さんは今まで太陽くんに怒ったことありますか？毎日怒ってます。太陽くんが今一番欲しいものは何ですか？もらった。ブームに入ったのでしてみたいことは何ですか？ YouTuber に会いたいかな。うん、誰も YouTuber になりたい。ね。ウームに入って誰か YouTuber に会いましたか？キッズ YouTuber のロボットチャンネルさんと、ココロマンチャンネル。はい、ココロマンチャンネルさんです。太陽くん、つばさくんが今までレビューして気に入ったものは何ですか？チョコ1個かな。おお。ウームに入られたということでファンレターは受け付けてますか？ウームさんの方に直接送ってください。お母さんから見て太陽くんと翼くんはどんな感じのお子様ですか？あとお父さんから見て太陽くんと翼くんもどんな感じなのか？お母さんは寝てます。泣き虫、よく食べる。ウームに入ろうと思ったきっかけは何ですか？入ってよかったことと悪かったことなどあったら教えてください。いいことばかりです。いい夢ばかり。激しいダンスをしてください。太陽くんは何のスポーツが好きですか？教えてください。スポーツ、うん、今してないです。これまでの動画で一番難しかった編集は何ですか？タイアップ企画のジュエリーボックスかな。まあ概要欄に貼っておきます。太陽くん、翼くん、ランちゃんの名前の由来を教えてください。太陽は人を照らせる子。照らせる、うん、ピカンって照らせる。翼は、まあ、大きく羽ばたくってことかな。でランちゃんはランランです。いろんな YouTuber さんに会ったら何がしたいですか？お父さんはね、ドッキリ。太陽はお父さんにドッキリ。え？お父さん、太陽くんにこちょこちょしてください。将来の夢は？スプラトゥーンの仲間。来年小学校ですが、ランドセルは買いましたか？何色を買う予定ですか？まだです。黒です。クールです。はい。太陽くん、鼻くそほじっちゃダメでしょ。めめ、すまんすまん。好きな YouTuber は？ピカチンさん。お父さんは何歳？37歳です。37歳。